3、2、1、ほっ。工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、トゥトゥン、風船、普通のサイズの風船なんですけど、去年の夏に私水風船でまん丸いゼリーを作ったんですけど、今日はその小さい水風船じゃなくて、こちらの普通の風船を使って、あれの大きいバージョン作れないかなと思って、ちょっと挑戦していきたいと思います。で、前回はゼリーだったんですけど、今回こちら、トゥトゥン、アガー。これも去年の夏に水信玄餅を作った時に使ったものになります。で、私注文の仕方、Amazon で頼んだら間違えちゃって、定期便でなんか毎月じゃないけど3ヶ月に1回送られてきて、めちゃくちゃ余っちゃって、今回はこれを使って透明なまん丸い綺麗なゼリーができたらなというふうに思っております。それでは作っていきたいと思います。それではゼリーとなる液体を作っていきます。で、このアガーの箱の裏面に書いてある基本の作り方を参考にやっていきます。で、一応水2リットルあればいけるんじゃないかなと思うので、こちらペットボトル1本と、通常であったら水 250cc に対して、この中のアガーが1袋なんですけど、これ2リットルなので、これを8袋使って、砂糖も本当だったら 30g なんですけど8倍にして240g 用意しました。まずこのアガー8袋とこの砂糖をボウルで混ぜていきます。結構砂糖の量がえぐいですね。これを混ぜていきます。続いてちょっと大きめのお鍋に水を入れていきます。よいしょ。はい。そしたら今混ぜたこのアガーと砂糖を少しずつ加えながら溶いていきます。完成しました。そしたら次は風船、しっかりこれ中も綺麗に洗えました。で、前の水風船のやつでゴム臭くなんないんですかっていう質問をちらほらコメントで見つけたんですけど、水風船は洗ったらゴムっぽさは全くなくなったんですけど、普通の風船今回初めてやるのでちょっとわかんないから、まあこれがうまくいったらどうなってるのか確かめてみたいと思います。前と同じようにこのシリンジを使って入れていきます。多分大丈夫だよね。なんか失敗しそう。熱いかな。ちょっとやってみてましょうか。いきます。いきます。押すのが結構辛いな。あ、ちょ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 、熱いよ。漏れてくる漏れてくる漏れてくる。ちょっと待って、ちょっとやっていきましょう。あ、大丈夫そうです。温泉っていうか、ちょっとぬるめのお風呂のお湯ぐらい。しっかり封をしないと。いや、これ結構理論的に難しいわ。風船自体の口が大きいから漏れが激しい。でもな、これ取り替える時が取り替えらんなくなっちゃうから何とも言えないな。どうしようもない。よし、これでちょっとやっていく。よし、ここまで入って、で、こっからが問題ですね。これを抜かずに、これだけは抜けないよね。空気があるもんな。これを引くとそうだよね、戻ってきちゃうから。いや、
話すしかないか。見えてきました。終わり。これで輪ゴム結びます。できた。わあ、こんな感じで。ちょっと2リットル分ってもっと大きくできると思ったんですけど、思ったより小さいです。ただ重いですね。さすが2リットル入ってるんだなっていう感じがします。大きさ的にはちょっと物足りない部分もあるんですけど、風船に詰める作業が結構大変。これをちょっと冷蔵庫の方で冷やして固めていきます。丸1日しっかりと冷やして固めました。で、あの大きいボールだとちょっとぐにょって形がおかしくなってしまったので、ちっちゃめのボールにこうピトッとはめてみました。これできっとまん丸のゼリーができていてほしいですね。で、今思ったんだけど、アガーって結構柔らかいのでぐでんとなっちゃうような気もしてきましたが、早速プチッとやっていきたいと思います。おおおお、すごい。あ、なんか結構いい感じの形じゃないでしょうか。かわいい。よし、じゃあ行きます。3、2、1、ほっ、行きます。ほっ、あっ、できたー。ちょっと待ち、もうちょっと待ち、来て来て、おー、大成功。かわいい。こんな感じでちょっと透明感的には物足りなさを感じますが、無事形になりました。こうプルプルプルってプルー、おー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 、うん、ゴム臭さはないです。ゴム臭くはないし、わ、結構意外としっかりしてるかも。いただきます。うん、普通の信玄餅っていう感じがします。でも美味しい美味しい。まあ、砂糖240入ってるからね。うん、美味しいです。でもっと柔らかくぐにゃってなっちゃうかなって思ったんですけど、意外とこんな感じで意外としっかりしてました。よいしょ、うん、うわ、ああ、食べても心配してたあの風船のゴム臭さは全くないです。という感じで、今日は去年の小さな水風船ゼリーを卒業して、少し大きな風船ゼリーを作ってみました。まあ、今回はアガーを使って普通の水のゼリーを作ったんですけど、
味付きのゼリーを作ってみても楽しいかと思いますので、よかったらやってみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。